皆さんこんにちは。ソーシャルサテライトブース現場のケミオです。先ほど私が登場した際にですね、ハッシュタグを読み間違えるという放送事故を起こしてしまったことを大変謝罪いたします。申し訳ございません。正しくはですね、こちらにもある通り YTFF ですねです。はい、ということでですね、こちらには皆さんからいただいたたくさんの投稿があるんですけど、ちょっと紹介していきましょう。大人レディーだ、あやなんさん綺麗になってる、大人っぽい、かわいい、あーちゃんかわいい口ということで、皆さんお褒めの言葉をガンガンいただいているということで素敵ですよ。ということでですね、こちらにはですね、先ほどゴールドクリエイターアワードを受賞した方々に改めて集まっていただきました。それではですね、こちらには、気まぐれクックさんが来ていただいてます。どうぞどうぞよろしくお願いします。いらっしゃいませ。こんにちは。はい。よろしくお願いします。すみません。よろしくお願いします。はい。受賞されたお気持ちはどうですか？いや、まさか魚をさばくだけで、はい、金の盾もらえるなんて思いもしなかったですね。いや、もうありがとうございます。それは本当に。はい。ありがとうございます。質問が聞こえん。マイクお借りしますね。はい、すいません。ちなみにですね、こちらの中で気になる投稿とかあったりしますか？ね。そうですね。はい、大好きだとか、可愛いとか、あーちゃんのやっぱ余韻が大きいですね。そうですね。うん、そうですね。やっぱ、はい、楽しいってコメントがいっぱいあるんで。ね、嬉しいですよね。はい。ありがとうございます。それではすいません、お忙しいのに来ていただいて、最後まで楽しんでってください。ありがとうございました。そしてですね、まだまだここは終わりません。ということで、続いては釣岡でショーの皆さんに来ていただきたいと思います。いらっしゃいませ。こんにちは。みんなすごく元気ですね。ということで、皆さん受賞されたお気持ちなんてどうでしょうか？僕今年で36歳になるんですけど、九州の田舎からに住んでる36歳がまさか100万人もの登録者になるとは夢にも思わなかったので、なんか今 YouTube って誰でもこう、なんていうんだろう、目立つことができるようなツールなのかなと思います。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ちなみになんですけど、あちらになんか気になる投稿とかあったりしますか？こちらの中いっぱい。そんなことないですよ皆さん。なんでですか？そんな女の関係ないですよ。皆さん素晴らしいです。はい、もちろんです。ということでですね、クリエイターの皆さん、視聴者の皆さんも最後まで楽しんでってください。それでは以上、こちら現場のケミオでした。さようなら。